3! なのだ！この子さ、見たことないんだけど、最近実装した子なのかな？じゃあ、まだ2ヶ月経ってなくて復刻したってこと？わからん、これ。少なくともね、強いっていう風に感じないわ、申し訳ないけど。MP 減少解除とか、どうなんだろう、実際。ちょっとどうなんだろうね、難しいな。今日というか、しばらくね、どんなフレンズが来ようかね、ガチャを引いてもダメな気がする。どうかご加護お願いします。あーやばい、ダメかな、ダメな気がするな。私ね、ちょっとね、過ちを犯したんですよ。ダメですわね、きっとこれ。そう、なんでダメかっていうと、主に2つあるんですわ。最近動画で薬病神に構いすぎてるのが1つと、前回インパラのガチャ動画でスタッフカーを罵倒しちゃったんですよね。スタッフカー3号車っていうフォトがあって、まあその、なんかそこにある耳がね、気に入らないとか言って、まあ、しまいにはね、薬病神扱いでね、まあ、あれね、はっきり言うとただのやつ当たりです。視聴者さんにも同調させようとしてたし、で、その罵倒発言した実況終わった後に、私ね、心の中に荒井先輩が宿っておられるんですけど、それは良くないのだって怒られたんですよ。まあ、その通りですよね。あんな発言をしておいて、運気が上がるわけがないですもんね。うん。何も悪くないもん、あのスタッフカーは。はい、当然の報いですよね。申し訳ございませんでした。分かってましたって。これね、もうちょっとしばらく響きますね。私の心の中の荒井先輩がまだお怒り状態なのを感じます。いや、ほんと申し訳ない。もう深く反省しております。って、謝って済むわけでもないよね。どうすべき？